新年明けましておめでとうございます。新之助でございます。本年も新之助チャンネル、新之助並びに新之助をよろしくお願いします。さあ2021年でございますけれども、牛年ということで、私年男ですね。ね、牛虎うたつみ馬羊猿鳥犬いいという牛年でございまして、子供の頃の口癖がもう言って、あんた牛年だからもうもう言うんじゃないとお袋によくどやされたものでございますけれどもね、あの牛年ですよ。4回目の年男と。ただ年男だからといって何か変わるかっていうと、そうでもなくって、今まで過去3回年男の経験あるんですが、何かありました？年男だからなんだかって、ないんですよね。ただまあ一つの節目であることには間違いないので、節目である2021年、パチスロ業界、もっと言うと日本、世界、もういろんなような状況になっちゃって大変な時期になってますけれども、きっと前を見据えて頑張っていきたいなっていうふうに思います。さあ、去年2文字書きました。2020年の抱負ということで書き初めしたのが継続というところだったんですが、まあ振り返ると2020年は本当にいろいろありましたね。1月のあのやらかしですよね、私のやらかしに始まり、2月というか1月の末ぐらいからオンラインサロンパチスロクラブというのを始めまして、でまあ本当に、僕の考え方、生き方に共感してくれる仲間がまあ集まってくれる中で、3月からいよいよコロナという例の憎い安畜症が来まして、でパチンコパチスロ業界も4月5月6月と完全に運休状態というふうになりまして、で7月明けまして気づいたらパチンコパチスロ業界完全分煙化ですとか、パチスロの方は6号機への移行がどんどん進んでいって、で10月11月12月と我々はまあまたしてもコロナの第3波ですか、それにこう戦々恐々としながらこう生きていってるわけなんですけれども、あのまあ一つ継続っていう意味ではまあ継続できたのかなというふうに思いました。でやっぱ改めてね、あの新之助っていう私がパチスロに生かされてるっていうのを再確認できた年でもあったので、2021年はこの継続をさらに継続させつつ、今から書き初めするその言葉に準じて生きていきたいなというふうに思いますので、毎年恒例の書き初めしたためたいと思います。いきます。はい、参ります。けれどもこちらでございます。2021年の私の抱負はこちら、絆ということで、やっぱり私も48年も生きてますとですね、いろんな人に支えられて生きてるというのを改めて思いまして、でそういったいろいろな人たちとのその絆っていうのを改めて考えてというか、すごく刻み込んでですね、やっていきたいなっていう思います、はい。ね、絆ですよ。あの絆じゃないですよ。あの絆もあの絆ですけど、この絆はあの絆も入ってますよ。そしてあっこの絆も入ってますので、はい、いう感じで2021年も新之助チャンネルよろしくお願いします。